よいよです。テレビアニメ鬼滅の刃遊郭編アニメ7話が目前に迫っております。アニメ6話については前回の動画をご覧ください。アニメ6話は原作80話から83話まで一気に4話分話が進みました。アニメ5話は原作3話分だったので徐々にボリュームが増えている。ここに法則性はないので次回は3話分という可能性もありますし4話分という可能性もあります。とりあえず今回はアニメ7話を予習して次回でこれからどのペースで進むのかについて動画を出してみようと思います。ではアニメ7話について掘り下げていきましょう。ちなみに共有ボタンから LINE を開いてこの動画を誰かに送りつけると2月の金運がアップします。鬼滅の刃遊郭編7話1。アニメ6話は原作83話のラストで終了しました。禰豆子が超絶進化をした後ダキに攻撃を仕掛けます。ダキはそれを返り討ちにし禰豆子の手足を切断、さらに再生の難しいであろう首も切断しようとします。しかし一瞬で切られた手足を再生した禰豆子はダキの背中を貫通する蹴りをお見舞いします。背中に蹴りを食らった時のダキの声、最高です。どうして手足が元に戻っているのかわけの分かっていないダキ、おそらく視聴者もそう感じたでしょう。アニメ7話で禰豆子は手足を血液でつなぐということをやってのけますが、ここではまだその能力を使っていません。確かに禰豆子の手足は切断されています。ここでの一瞬の再生、映るのは禰豆子の足、足には歯の文様。ここでふと思いました。この歯の文様が血管のように見える。血を象徴する禰豆子ですから血管をイメージして枝葉の模様にした。赤い枝葉に先の方が緑色の葉、緑色の血液といえば緑血トカゲ、トカゲイコール再生という妄想です。そしてアニメ6話は禰豆子の何とも言えない表情で終わります。アニメ7話の冒頭はおそらく6話の振り返りから入るでしょう。ダキとネズコのバトルの振り返り、原作ではネズコに蹴りを入れられたダキのセリフがあった後、ネズコが狂気の笑みを浮かべる展開になります。おそらく振り返りからここの流れにつながっていくのではないでしょうか。もしくはかまど竹雄の回想から始まる可能性もあります。意識を失っていた炭治郎はかまど竹雄の呼びかけにより目を覚まします。そしてダキとネズコのバトルは激化。ダキは背中に貫通しているネズコの足や手を切り刻み、さらに首まで切断します。ダキの作戦はネズコを細かく切断し帯の中に取り込もうというもの。しかしここでネズコの体にさらなる異変が起きます。切断したはずの手足は離れることなく凝固した血液でつながっているのです。これこそネズコが血液を操れる証拠。血液を操れるということはつまり体の強化なども可能です。今思えば呼吸と血液というものにも確かにつながりがあります。そのあたりも禰豆子の体の秘密とつながっているのかもしれない。そして禰豆子はダキにかかっている自身の血液を利用し爆血を発動。ダキにとって火は過去を思い出す最悪の攻撃。完全に萎縮してしまうダキ、禰豆子は血液で固めていた手足を元に戻し弱っているダキに追い打ちをかけます。この時の禰豆子が怖すぎる。禰豆子の狂気じみた微笑み、笑いながら殴る人が一番怖い。ダキの頭を必要に殴打する禰豆子、そして最後はサッカーボールキック、吹き飛ぶダキ。禰豆子はさらに追い打ちをかけようとダキの方へ向かいます。鬼同士の戦いは決着がつくことがありません。禰豆子のように殴るだけでは消滅するようなことはないでしょう。ただ爆血が進化していたらもしかしたら鬼を殺せる能力になっていたかも。爆血は鬼の再生を遅らせる格闘に近い能力ですから。禰豆子はダキとのバトルによる再生でかなりの体力を消耗しています。ダキを吹き飛ばした先にいたのは民間人。ダキが辺り一帯を破壊したことで負傷した人が大勢います。さすがに消耗がひどすぎた禰豆子は民間人に襲いかかってしまいます。そこを間一髪炭治郎が禰豆子の暴走を食い止めます。暴れる禰豆子。禰豆子は最初に家族を傷つけられた怒りから自身を傷つけられた痛みも受け、体も心もボロボロの状態です。暴走中の禰豆子は炭治郎の言葉でも制することができません。ここで人を襲ってしまえば禰豆子は処分されてしまいます。さらに炭治郎、
富岡義勇、鱗滝左近次も親方様の約束通り切腹しなければなりません。それだけは避けたい状況。ここで滝が復活してきます。バッケツでやられた部分は再生がうまくできていません。これはホラー映像です。炭治郎は禰豆子を止めなければならない。しかし滝も迫ってきている。絶体絶命。そこにようやく音柱、渦井天元が現れます。視聴者の方からは到着が遅すぎるとクレームがありました。その気持ち少しわかります。滝が爆音を確認できるほどの距離だったのに、柱一の瞬足である天元が到着にここまでの時間を要するとは。ここはそっとしておきましょう。それだけ爆音が大きかったということで、渦井天元は炭治郎と禰豆子の状態を見て親方様の前で大見え切ったのに、なんだこの手いたらくはと痛いところをついてきます。後ろでは棒立ちの滝が、柱ね、そっちから来たの、手間が省けたと言っています。一見この滝はホラーですが、再生もできずに棒立ちしているのが少し可愛くも見えてきます。天元は滝を相手にしていません。お前は上限の鬼じゃない、弱すぎる、そう言います。それもそのはず、すでに天元は滝の首を気づかれずに切った後だったのです。鬼滅の刃遊郭編7話2。ここまでの内容で原作84話とたった1話の内容です。さすがにアニメ7話はここでは終わらないでしょう。ここで CM に行くかどうかも怪しいところ。アニメ7話のサブタイトルは変貌。場面カットが禰豆子の画像なので、変貌は禰豆子のことを指していると思います。今回はどこまで話が進むのか予想が難しいところです。渦井天元に首を切られた滝、そして禰豆子を制するように炭治郎に指示する天元。この時の天元の気持ちは一体どんなものだったのでしょうか。ここで禰豆子が人を襲っていた場合、天元はすぐに禰豆子を殺していたでしょう。しかしまだ人を傷つけていない以上、親方様の許可なく禰豆子を殺すわけにはいきません。なので天元は炭治郎に最後のチャンスを与えた。これは天元が禰豆子をいつでも殺せる状況にあるということでもあります。天元は言います。ぐずり出すようなバカガキは戦いの場にいらねえ。地味に子守歌でも歌ってやれ。子守歌。さらに暴れる禰豆子。炭治郎の声はもう届きません。炭治郎はここで母の木への姿を思い浮かべます。そして渦井天元の子守歌でも歌ってやれという言葉、母と子守歌という言葉が重なり、炭治郎はある歌を思い出します。コンコン小山の小うさぎはと何やら歌い始める炭治郎。この歌は佐賀県の子守歌として実際に存在する小山の小うさぎという歌です。この歌に関してもいろいろな考察があります。東京にあるかまどという家でなぜ佐賀県の子守歌が歌われていたのか、これは一般的に作者が福岡県の出身だったから隣の県である佐賀県の歌を選んだと言われています。ただこの歌は佐賀県特有の歌ではないらしく、フレーズを少しずつ変えたものが各地で歌われていたようです。ではどうして鬼滅の刃で佐賀県の歌が選ばれたのか。そこには歌詞に出てくる赤い実が関係しています。この赤い実というのは南天という植物ではないかと言われています。南天のドアメにも原料として使われている南天です。では赤い実が南天と呼べる根拠についてですが、ある僧侶の異名が関係しています。明治時代から大正時代にかけて活動していた臨済宗の僧侶です。この僧侶の異名が南天坊なのです。どうして南天坊なのか。それは樹齢200年以上の南天の木の棒をいつも持ち歩いていたから。そしてこの南天坊は佐賀県でも教えを説いています。南天坊の名前は大正時代に佐賀県で話題となり、その異名から南天が佐賀県を象徴するものになっていった。そして佐賀県で例の子守歌が生まれたと。佐賀県のどこで歌が生まれたかというと、南天坊の生まれた佐賀県唐津市ではないかと言われています。余談ですが、僕もつい先日唐津市に行ったばかりです。運命を感じます。また南天という名前には難を転ずるという意味があります。まさに禰豆子の暴走、つまり難を転ずる歌の歌詞にふさわしい。まだあります。南天を植える方角について。南天は鬼門の方角に植えるのが習わしとされています。鬼門というのは
鬼が来る方角として平安時代から伝わっているものです。またかまどと鬼門にもつながりがあり、かまど神社は鬼門除けとして建てられたという話まであります。他にも南天の開花時期が炭治郎の誕生月の7月頃であったり、赤い実をつけるのが根津子の誕生月の12月頃であったり、ここまで様々なことが関連付けられているとは、ワニ先生恐るべし。鬼滅の刃、遊郭編、7話3。小山の小うさぎを聞いた根津子は、母の子守唄を思い出し、ようやく鎮静化します。ここでの注目は、根津子を抑えながら歌う花江夏樹さんの演技と、幼い頃の根津子の可愛さ、そして母の笑顔です。泣きわめく根津子、葉の文様のあざは消え、角もなくなり、体は小さく幼くなっていきます。通常時よりも幼くなった根津子は、体力回復のために眠りに入ります。一方で宇髄天元は、妲己を無視して他の鬼を探そうとしています。天元は、戦いはまだ終わっていない、と言っていたので、他にも鬼がいることを分かっているようです。しかし、妲己がそれを許しません。首を切られたことはもちろん、自分が上弦じゃない、と言われたことに腹を立てています。天元は、正論を妲己にぶつけます。首を切られてるから弱い。説得力がない。その言葉を聞いた妲己は、大泣きを始めます。根津子もそうですが、泣きの演技が見物です。そして、一つの異変に気づく天元。首を切ってしばらく経っているのに、妲己の体が消滅していない。これは尋常ではありません。泣きわめき、首を持ってることすらままならない妲己。そして、妲己の体から一体の鬼が出現します。牛太郎です。一瞬でやばいと悟った天元、即座に攻撃を仕掛けます。妲己は大丈夫と放っておいた天元ですが、この鬼はさすがにやばい、と直感で分かったのでしょう。しかし、天元の攻撃は空振り、牛太郎は余裕の様子で妲己の解放をしています。天元は言っています。背中から出てきたもう一体はなんだ、反射速度が比じゃねえ。お兄ちゃんの解放で、だんだんと回復していく妲己。そこに天元がさらに攻撃を仕掛けます。ここで天元が手を抜いているとは思えません。格殺しに行っているはずです。しかし、それを回避し反撃する牛太郎。殺しにかかった天元と、殺しにかかった牛太郎。結果は宇髄天元の劣勢。二人が怠慢で戦えば、牛太郎の方が鬼である分勝率は高めです。そして、ここで原作85話は終了。さて、アニメ7話はどこまで進むのでしょうか。84話と85話の2話分ということは、おそらくないような。となると、やはり87話の終わりまで進むことになるのでしょうか。前回と同じ4話分です。いや、86話もキリがいいところなので、ここは難しいところ。鬼滅の刃、遊郭編、7話、4。原作86話では、牛太郎の過去が少しだけ描かれます。遊郭における役職名を、そのまま名前に付けられたという、梅と同じく悲しい名前を持つ男。しかし牛太郎は、この名前を嫌っているわけではないようで、まだらにある人間の記憶のまま、今もその名を名乗っています。牛太郎は、天元の顔を見て嫉妬します。ある意味正直者の牛太郎。顔がいい。肌もいい。シミもあざも傷もない。肉付きもいい。上背もある。すべて自分とは正反対。牛太郎は自分に取り柄がないことを、他人を妬むことによって解消しようとしています。牛太郎は美しいものが嫌いです。梅以外は。この点、妲己とは正反対と言えます。おそらく妲己のように、美しいものだけを食う、という感覚もないでしょう。何でも食ってきたからこそ、牛太郎はここまで強くなれたのかもしれません。一つ気になったのは、牛太郎が自分は太れないと言っていること。上限まで上り詰めた牛太郎ですから、大勢の人間を食っているのは間違いありません。しかし太ることができない。これは人間時代の影響もあるのでしょうが、筋力などを考えるとマイナスも大きいのかなと思います。対峙する牛太郎と宇髄天元。妲己は泣きわめき、まだ臨戦態勢ではありません。まるで子供のような妲己の言葉。私一生懸命やってるのに、すごく頑張ってたのよ一人で。それなのにね、皆で邪魔して私をいじめたの、寄ってたかっていじめたのよ。ここも沢城みゆきさんの演技に注目です。妲己は、追い詰められるといつもこうだったのでしょう。妲己は今までに7人の柱をほふってきました。
九太郎は15人。しかしこの調子だと、柱相手はいつも九太郎が登場してきた可能性が高く、実質だけ単体で7人というよりは、2人合わせて22人という方が正確かもしれません。そして九太郎は、俺の可愛い妹が足りねえ頭で一生懸命やってるのを、いじめるような奴らは皆殺しだ、と少し皮肉めいたことを言います。可愛いと言いながらも頭が足りないという、とても牛太郎らしい発言です。そしてこうも言います。取り立てるぜ俺はな。やられた分は必ず取り立てる。死ぬ時ぐるぐる巡らせろ。俺の名前は牛太郎だからな。口調的に、品津川実美に近い牛太郎。声優さんにも注目です。死ぬ時ぐるぐる巡らせろは名言になりそう。そして、牛太郎の先制攻撃。牛太郎の投げた鎌は、宙を舞い牛太郎の元に戻っていきます。それを見ていた炭治郎。そこに伊之助と善逸も合流します。炭治郎は禰豆子を箱に戻しに行き、伊之助と善逸は天元の火星に。ここで伊之助が、ド派手にな、というシーンにも注目。そして再び天元と牛太郎の場面。天元は周りにいた人間を守りながら、牛太郎の攻撃をしのぎました。先ほどよりも頭の出血がひどくなっています。そして天元は、自分に女房が3人いることを告白。牛太郎を魚でするようなこの発言。天元にはそのつもりはないでしょうが、牛太郎はさらに憎悪の感情を膨らませます。ここで飛び出る牛太郎の血気術、飛び血釜。牛太郎の本気です。薄い歯のような血の斬撃。正体不明の血気術の前に、天元は一瞬で戦術を練ります。人間をかばいながら裁くことは不可能。そう判断した天元は、地面を爆破させて下の階に逃げ込みます。民間人を逃がそうとする天元。逃がさないと追撃を加える牛太郎。天元はなんとか攻撃をしのぎますが、牛太郎の飛び血釜は、敵に当たって弾けるまで動く血の斬撃。かわしきったようで、少し攻撃を食らっているようにも見えます。ここで天元は、一瞬のうちに様々なことを考えます。妹の首を切っても死ななかった。兄貴の首だけ切ればいいのか。しかし、考えても答えは出ません。どの道やるしかねえ。覚悟を決めた天元。得意の聴覚を生かし、上の階に人間がいないことを確認。天井ごと牛太郎と堕姫を爆破してしまおうと奇襲をかけます。しかし、牛太郎と堕姫はノーダメージ。堕姫の帯にくるまって、兄弟はダメージを受け流しました。牛太郎にまたがる堕姫。牛太郎は言います。俺たちは二人で一つだからな。今思えば、この発言は牛太郎たちにとって致命的なミス。二人で一つはヒントの与えすぎです。牛太郎にその意識はなかったようですが、これが天元に気づかせることになったのは間違いないでしょう。そして、ここで原作86話が終わり、ここも一応切りがいい部分です。つまりアニメ7話は、原作84話から86話までの3話分の内容、という可能性もあります。アニメ6話を見るまでは、アニメ7話は九太郎登場までと思っていました。しかし6話が意外に進んだということで、7話はもう少し前に進むかなと。原作87話は、天元の過去の回想が流れる大事な回。ここはアニメ8話でやるという可能性も、なきにしもあらず。ということで、今回は一旦ここまでにしてみようと思います。まとめ的なもの。アニメ7話でも、ド派手な展開が待ち受けています。堕姫と禰豆子の激しいバトル、禰豆子の暴走、堕姫のホラー、宇髄天元参上、堕姫の頭がポロリ、小山の小ウサギ、かまど喜恵の笑顔、禰豆子号泣、堕姫号泣、牛太郎登場、牛太郎の声優もいよいよ公開、音柱対上弦の6、かまぼこ対集結、そして二人で一つ。とにかくやばいです。アニメ8話では、涙なしでは見られない天元の回想と、かまぼこ隊の合流があります。まだまだどんどん面白くなっていく鬼滅の刃、遊郭編。次週も見逃すことがないよう、皆さんお気をつけください。原作88話の後に、伊之助の過去の話があるのですが、これはどこで公開されるのでしょうか。前回のカナヲの過去については、原作で無限列車編の最中でしたので、アニメ1期の最後に、うまく入れ込んでくれました。カナヲの過去は1期の25話だったので、今回も最後に持ってくる可能性が高そう。というわけで、今回の記事は以上となります。結構長い動画になってしまった。今現在僕は、
佐賀県唐津市から移動して長崎県対馬市という場所にいます。対馬の人こんにちは。ちなみに共有ボタンから LINE を開いて今トップにいる人はあなたを監視している人かもしれません。ご注意を。それではまた。